雨に濡れて艶やかさを増すアジサイ。この美しい光景がまだ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 およそ2キロにわたって続いています。伊達市月立町を彩るアジサイ小道、2キロにわたっておよそ4000本のアジサイが見ごろを迎えています。花の名所を作りたいと20年ほど前に地元の住民が植樹、今でも住民の手で大切に守られています。一番やっぱり花の種類と花の色ですね。今まで長年維持管理してきたんで、その姿を、そのいろんな色をですね、皆さんに見ていただければ、あ、月立にもこういうとこあるんだなということで見ていただきたいと思います。いやー、綺麗だね。初めて来ました。こんなにいいとこがね、この辺にあるなんて初めて。気持ちが和むね。見ごろは今月中旬までで、明日と明後日はアジサイ小道祭りが開かれ、花の苗などが販売されます。